ザ・スティグザ・スティグは BBC のテレビ番組トップギアに出演している覆面のレーシングドライバーである番組内では主にラップタイム計測のコーナーに出演しているスティグという名はトップギアの元司会者であるジェレミー・クラークソンが在学していたレプトンスクールでの逸話に由来するジェレミーによれば新入生はスティグと呼ばれていたという 番組内では番組で取り上げた高級車主にスポーツカーやスーパーカーの性能を測るパワーラップコーナーでドライブを担当するのが主な役割である。また激安シリーズなどでジェレミーたち3人が購入した中古車の性能チェックでドライブすることもある。さらに有名人が走行タイムを競うコーナースターイン A リーザナブリープライスとかではゲストが走行する前に アドバイスや指導を行っている。番組中に喋ることは一切なく、感情、意志の表現をほとんどしない例外あり。口実。またスティグはあくまで番組内の備品扱いであり、トップギアのオフィスに常備されているという設定になっている。スティグはキャラクター単独としても高い人気を持っており、番組公式グッズが多数発売されている。口実。 初登場時のスティグは黒いフルフェイスヘルメットに黒いオーバーオールの姿であった。当初は番組プレゼンターがラップタイムの計測に当たっていたが、プロのドライバーではないため計測速度を一貫して掲示することができなかった。そのため現行の番組形態に移行した際、安定した運転ができる常駐のテストドライバーとして導入された。ブラックスティグはトップギア、 テストトラックにて、鈴木リアナによる標準記録として1分46秒を出し、シリーズ1と2に出演した。番組の企画として、ジャガー XJS に乗り、イギリス海軍の航空母艦インビンシブルの飛行艦板上で、速度実験をするも原則に失敗ししごと転落し、死亡したという演出が撮られた。そして、シリーズ3からホワイトスティグ、2代目に交代した。 シリーズ3から登場した新しいスティグは、アルパインスターズの白いレーシングスーツに、シンプソンの白いヘルメットという全身白ずくめの格好であり、初代と区別する意味から、ホワイトスティグとも呼ばれている。下一マシンをドライブするときは、ヘルメットを洗いに変更する場合もある。ラップタイム発表時に登場する際は、ジェレミー等に、本物のセレブだからという理由で、番組中で揶揄される。 低俗なセレブ番組には出ない、便器を見て動揺する、本名はザであるなど様々な噂と共に紹介される。好物は豚の生肉で乗車前に食べさせることで好タイムを出せるとされている。ラップタイム計測中には、車載ステレオがあれば音楽を聴くことがあり、第10シリーズでは、自己啓発 CD、第11シリーズでは、エルトン・ジョン、第12シリーズでは、 モールス信号第13シリーズではバグパイプとシリーズによって題材が変わる。第12シリーズでのモールス信号は実際に車の印象等を述べており番組内でほぼ唯一スティング自身の意思表示がなされているが放送後インターネット上へファンが解読したものが勝手に載せられるとの理由で番組内では交互訳されていない。第十五シーズンでは最初の放送が ワールドカップ開催期間中だったため、ノルウェー代表のファンという理由で、ノルウェーの旗を立てたり、ヘルメットの頬部分にノルウェーの国旗を貼り、音楽の代わりにブブゼラを聴いていた。ワールドカップ終了後はビージーズなど、普通の音楽を聴いている。ホワイトスティグは番組の備品として、ラップタイム計測以外の企画にも参加したことがある。例えば、 ロンドン市内を隠し交通手段を使用して縦断する。企画では荷台で運ばれて登場し、自動車を運転せず徒歩で移動して、ロンドン地下鉄に乗る。地下鉄内で新聞を読んで、ルイス・ハミルトンが一面に出ている記事を見て、読むのを止めてしまう。着信がかかった。携帯電話に出ないなど一風変わった姿を見せた。シーズン13エピソード2では、トップギアオフィスでコピー機と格闘している描写がある。 基本的に車以外の移動は前日の通りと歩、あるいはスタッフに運ばれるなどで登場し、走ったりはしない。また、普段は腕組みをして軽く、足を開いた状態で立っている。また、金銭の概念を理解しておらず、公共交通機関の支払いは、プリペイドカード、買い物の支払いは、クレジットカードを使用している利用者が見られる。 ちなみに2008年のナショナルテレビジョンアワーズではトップギアがモストポピュラーファクチエルプログラムにノミネートされたためホワイトスティグが番組を代表して受賞式に出席指導賞を受け取ったが受賞式の際も無言を貫いた代わりにプレゼンターがスティグの持参したジェレミー・クラークソンのメッセージを読み上げているホワイトスティグはトップギアテストトラックで 鈴木リアナに乗り1分44秒4を出しているスターイン A リーザナブリープライスとカーのタイム。これはナイジェル・マンセルやジェンソン・バトン、ルイス・ハミルトン、デーモン・ヒルなどの F1 ドライバーの記録を上回る記録であり第15シーズン3回目の放送でルーベンス・スバリチェロ破るまで最速記録だった。Google ストリートビューでも トップギアオフィスの窓際に立つホワイトスティグの姿を確認することができ、その話題はトップギアの公式ブログでも取り上げられた。また、グランツウリスも後にトップギアテストトラックが収録されるが、プロモーションビデオにおけるテストトラックの映像にもホワイトスティグが出演している。後日の騒動により2代目スティグがいなくなった後、シリーズ16から登場した3人目のスティグで、 ホワイトスティングとしては2代目。見た目は、先代とあまり変わらないが、細部が異なる。初登場は2010年11月に、トップギア公式サイトで公開された、ザ・スティグ・ファームを紹介する動画のラスト。設定上は2010年12月に放送された、クリスマススペシャル企画、中東スペシャルトップギアの三賢者の、ラストシーンの別レヘムで登場した赤ん坊、スティグが、 生後1ヶ月で義務教育と反抗期、大学の教育課程を修了して成長した姿であるとされ、二代目スティグと同等のドライビングスキルを持つとされる。その言葉通りに、初登場となるシリーズ16エピソード1で、アリエルアトム V8 でパワーラップに挑戦し、シリーズ15エピソード4で、先代、スティグがブガッテベイロンスーパースポーツで記録した1、 16.8を大きく超える位置、15.1を記録した。二代目同様に音楽好きで、シリーズ18エピソード2では、ラジオドラマを聴きながら運転している様子も見られる。2014年1月には、Google ストリートビューの撮影者と共に、白いメルセデスベンツ SLS-AMG で、トップギアテストトラックを走行。同コース各所のストリートビューでその姿を、確認することができる。 2015年には、不祥事により番組の司会者が、総入れ替えになるという事態が発生したものの、詳細は、トップギア不祥事と司会者総入れ替えを参照。スティグについては、旧レギュラー陣の中でただ一人続投することになった。トップギアの各界では、仮面を出演する、いとこのスティグが登場することがある。いずれもオリジナルのスティグ同様、高いドライビングテクニックを有している。 各、いとこのスティグは、基本的に住んでいる国、あるいは主義等を反映させた見た目、振る舞いをしている。シリーズ9エピソード3、アメリカンホリデーチャレンジ編では、アメリカ合衆国に住んでいる、アメリカのいとこ、通称、ビッグスティグが登場した。衣装は同じだがオリジナルに比べて、肥満体である。シリーズ10エピソード4、アフリカスペシャルではボツワナに住んでいる。 アフリカのいとこが登場。その姿は黒人らしく、ブーマのレーシングシューズ、民族衣装風の白い腰巻き、白いヘルメットだけを着用しているといういでたちである。シーズン10エピソード10では、プールでくつろいでいるスティックの後ろに、女性版スティックが泳いでいる姿が確認できる。スティックと同様のヘルメットをかぶっているが、ヘルメットから、下は水着を着用した女性である。 この女性版スティグがスティグとどういった関係なのかは不明。シリーズ12エピソード1ではトラック運転手のいとこが登場。アメリカのいとこ同様の肥満体だがトラック運転手の特徴である極端に日焼けした右腕が確認できる。また同シリーズ最終回のベトナムスペシャルにおいては全身赤色の共産主義者のいとこが DVD 特典のカットされた。 シンに登場した。シリーズ13の CM では出演者の3人に紛れて子供並みのサイズのスティグも登場している。シリーズ14エピソード2では出演者3人が作ったディーゼル発電機を搭載した電気自動車の耐久走行テストをするため彩色主義者のいとこが登場。ヘルメットの頭頂部に太陽電池が貼られており、靴はサンダルで全身緑色である。 ジェレミーがジャネット・スティングイコールポーターと命名した。しかし、テストを始めて間もなく発電機の排気パイプが外れて、車内に煙が充満し、開始35分後、番組の演出で死亡するというアクシデントが起きた。シリーズ15エピソード2では、ドイツに住んでいるドイツ人のいとこが登場した。ほとんどスティングと変わりないが、ヘルメットから髪の毛がはみ出している。 名曰く、スティギー・レイ・サイラス。クリスマスシーズンに放映されたトップギア3賢者スペシャルでは最後のシーンで赤ん坊のスティグが登場。このスティグの成長した姿が後の三代目である。番組ではイギリス国内にスティグを育成するための農場、ザ・スティグ・ファームを持っているという設定になっており、2010年11月に番組公式サイトで公開された動画には、 様々な色のスティグが、あたかも動物のように育てられている様子が示された。その中には、本を執筆するスティグなど、口実の騒動を皮肉るようなシチュエーションも、登場している。シリーズ15エピソード7では口実の騒動の影響でスティグが一時不在となったため、以前、トップギアに出演しその後、フィフスギア、チャンネル5で放送されるライバル番組に移籍しいた。 ティフニーデルが復帰して、スタインへ、リーザナブリープライスとカーコーナーでのアドバイスを担当。その際スタッフロールでは、エマージェンシースティグ、非常用スティグとクレジットされた。シリーズ18エピソード1、イタリアでのロードトリップでは、イタリア在住のイタリア人のいとこが登場した。レーシングスーツではなくグレーのスーツを着こなし、白いレーシングシューズグローブ、ヘルメットは装備、 着飾った美女を何人も引き連れている。ジェレミー曰く、ブンガブンガスティグ。同シリーズのエピソード2では中国に住んでいる中国人のいとこが登場。見た目はほぼスティグと同じだが、常にカンフーのような動きで出演者やスタッフ問わず襲いかかる。ジェレミーがレーシングドライバーなんだから、車に乗れと命令してもひっきりなしに蹴りやパンチを入れるというありさまで。 誘導してやっと車に乗らせた。計測が終われば、再びスタッフに暴力振るうえ、計測中に降車して、スタッフを殴るという有様も見せている。その凶暴さから、ザッツ・ザ・ワースト・スティグ・ウィー・ペイ・エバーハドとジェレミーが評した。2013年に発売された、x b o x One 用、レーシングゲーム、フォーザ・モーターズ・ボート後にも、デジタルイトコ、ザ・スティグ、 S デジタル数になる人物が登場することがトレーラーで公表された。容姿は三代目スティグと変わらないが、三代目スティグとは別人であるという設定。これは番組の広報スタッフによれば、スティグ本人では強すぎて、プレイヤーが楽しめないという声がスタッフやジェレミーから上がったからとのこと。また、 2015年9月17日に発売された、フォーザモーターズボート6にも引き続き、デジタルいとこが登場している。シリーズ22では、ジェレミーの不祥事の影響で、最終エピソードにまとめて放送された、激安 SUV チャレンジに、キャラワンのテストのみに使われるというトップシークレットの、レジャースティグが登場。見た目は、スティグと変わらないが、ジェレミー曰く、無能なドライバー。 スティグのトップギアテストトラックでの最速公式ラップタイムはアリエルアトム500で1分15秒1を記録。なおフェラーリ界 XX では1分10秒7を記録しているが、これはスティグの格好をしたミハエル・シューマッハによる記録であることに加え、翌週の放送で実はスリックタイヤを使っていたことが判明し、最速ラップから抹消されている。 他にパガーニゾンダ R ーーで1分8秒後、アストンマーティン DBR9 で1分8秒6、さらにルノー R24 で59秒が記録されている。しかし、ルノーやアストンマーティンの記録は、イギリス行政によって、発動に設置されたスピードバンプ、規制減速を目的とした道路上に設置された減速帯を通過することが困難であることと、 一般市民が車両を購入できないこと、ゾンダールは騒音などの規制を理由に番組のラップボードに乗せられてはいない。長らく正体不明と語られていたが、2010年8月25日の BBC ニュースで本人が素顔で登場し、テロップにもザオリジナル、スティグと表示されていた。この結果、1992年にアンドレア・モーダで会一デビューをしたペリー・マッカーシーが、 初代スティグであったことが明らかになった。以前よりスティグの正体がマッカーシーであるという噂はささやかれており、最初にそれを報じたのは2003年で発信元はサンデミラー紙であった。BBC 側は一貫してこれを否定し続けたが、その後の2009年にニュースオブザワールド氏がマッカーシーであると暴露を開始した。 2010年8月25日に BBC ニュースにマッカーシーがオリジナルのスティングとしてゲスト出演したためようやく BBC 側も事実を認める形となった。マッカーシーは会議地ではアンドレア・モーダで前線予備予選落ちという実績しか残していないもののベネトン、アローズ、ウィリアムズにてテストドライバーとしての豊富な経験がありこれらのチームで 高タイムを計測していた。他にも BMW のドライバー選考テストに参加したこともあるほか、ルマン24時間レースでは、アウディのワークスチームに所属して、アウディ R8 をドイブしていたこともある。ただし、マッカーシーは、o r スオリジナルスティグ。私は、本物のスティグだったと述べているほか、2003年を最後に番組を離れたことも明らかにしている。これは、 ちょうど、ブラックスティグから、ホイトスティグへの交代時期に当たる。ホワイトスティグの正体については、様々な憶測が飛んでいた。2代目スティグと噂される人物は、元全日本海3選手権のチャンピオンで、全日本海3前選手権への参戦経験や、上段階一1のテストドライバーの経験があり、その後も番組の企画レースで名前を出して、出演している、アンソニー・レイドをはじめとする。 様々なレーシングドライバー、スタンドドライバーのほか、複数名がスティグを演じているとも憶測されてた。特に、番組内で2004年型のルノーカイ議、ルノー R24 を安定したペースで運転したことがある経緯から、元カイ一ドライバーか、そのレベルに相当する競技経験のある人物ではないかと見られている。2008年の F1 イギリス GP では、スティグが F1 マシン、 を改造した2シーターマシンをドライブするというイベントがあり、それを見ていたフェルナンド・アロンソが、あれは相当の腕だ。会一に何らかの形で関わったドライバーに違いない、とコメントしていた。なお、シリーズ13エピソード1、2009年6月21日放送、では、ホワイトスティグの正体が、ミハイル・シューマッハであるとされたが、司会のクラークソンは最後に、僕はミハイルが、 スティグだは思わないと述べており、シューマッハが出演した際は、スティグとは別に、スペシャルゲストとしてクレジットされた。2009年1月には、タイムズ氏をはじめとする、英国内の複数の新聞が、元サンドライバーのベンコリンズがホワイトスティグの正体の一人であると報じた。2010年8月にはさらに、サンデータイムズ氏が BBC から、 コリンズの経営する会社に対してトップギアを主体とした番組のための運転サービスの対価として多額の支払いが行われていこと、またその支払いがホワイトスティングの登場とほぼ同時期である2003年に始まっていることを報じている。2010年8月29日にはイギリスのデイリー・ミラー紙がベン・コリンズが BBC から解雇されたと報道した。同志はこの日、 ニュルブルクリンクで行われたトップギアのイベントにホワイトスティグが出演していたのと同じ時間にコリンズが自宅近くで子供と遊んでいる様子を捉えられたすなわち別の人物がホワイトスティグを演じていることを解雇の根拠としているそもそもの問題の発端はコリンズが2010年9月に出版した自伝ザ・マンイン・ザ・ホワイトスーツ ISBN 978-0007327966の中で、スティグは自分だったと明かそうとしたことが原因とされている。BBC は、コリンズの事前の出版差し止めを求める仮処分を、ロンドンの高等法院に申し立てたものの、申し立ては却下され、同年9月16日に予定通り、英国内でも発売された。なお、トップギアのプロデューサーを務めるアンディ・ウィルマンは、 この騒動に関連して、トップギアの公式サイトにおいて、ザ・スティグ、HES ワーズ、スティグは我々のものだというコラムを公開しており、番組がスティグというブランドを育ててきたこと、そして今後もスティグの匿名性を守る意向をアピールしている。また、トップギアの司会者の一人であるジェームズ・メイも、この件に関してスティグは何者でもない。我々は、 代わりのスティグを獲得することができるし、宇宙にはたくさんのスティグがいると語ったと伝えられた。その後2010年11月には前日のザ・スティグ・ファームの動画の中で新しいスティグの登場が予告された。この騒動の後の12月22日に放送されたシリーズ15エピソード7では、 リチャード・ハモンドが、スティグが速い車に乗る、はずの時間だったが、彼がいなくなったので今日はできないと言い,い、ジェームズは、スティグの本名が分かった、イスカリオテのユダだと皮肉っている。この回では、実弾射撃の的として、旧ホワイト・スティグの写真が用意され、三人によって、銃撃された。さらにリチャードは的を裏返して、背中から撃ってやる、裏切ったお返しだ。 新しい仲間と何かやっている頃だから、それをぶち壊しにしてやるというブラックジョクを披露している。2011年に放送されたシリーズ16エピソード1でも、2代目スティグに対し、首になったスティグシリーズ17エピソード3では、セバスチャンベッテルとの会話で、こいつスティグじゃない、オールドサクトスティグとまたも嫌味が飛び出している。 もっとも、そのベン・コリンズもシリーズ17エピソード6にて、トップギアに再出演を果たし、少尉軍人たちで結成された、ラリーチームのコーチ役を務めた。元、スティグにして、ロマン小説家と紹介され、リチャードは、皮肉を言いながらも、彼が教え上手なのは、よく知っていると評している。また、2012年11月放送の、ジェームズ・ボンド50周年スペシャルにも出演し、 リチャードに本でも書いたらどうかと皮肉られている。また、それに先立つ、シリーズ6エピソード1のトヨタ愛護自動車サッカーでは、ハモンドのチームの一員として、会一テストドライバーのベンコリンズとして登場している。シリーズ16から登場した3代目のスティグについては、まだ登場から間もないことから、正体に関する議論は、まだ活発化していない。 シリーズ16エピソード2では、スーパー2000使用のプロトンサトリアネオで、グラベルとターマックのミックスコースをこなすなど、オフロードでの運転技量も高い。また、車内の映像からは、左足ブレーキを使っていることが確認できる。番組の公式グッズとして、ウォーリーを探せ。のスティグ版。 ウェア、エース・スティグ、ISBN978 から18億4 6百7万8八8 8や、リアウィンドウに貼るステッカーなどを販売している。特に人気が高いのが、前面に、IAM ザスティグの文字、後ろにホワイト・スティグの後ろ姿がプリントされた T シャツで、スタジオ収録時に着ている観客がそれをネタにいじられる、こともある。またバリチェロは、 スティグのラップタイムを抜いたことにちなんで、自分用に、IB と t h e s t i グ、私は、スティグに勝った、息子用に、マイダットビートザスティング。私の父は、スティグに勝った、書かれた T シャツを作成し着用していた。バリチェロはさらにタイムが下回った。イ一ドライバーへ、アイディロン、t ビとトザスティグ、私は、スティグに負けたと書かれた T シャツを配布した。2010年のドイツ GP では、 ジェンソン・バトンがこれを着用していることが番組で紹介された。これ以来のスティング登場時の噂話紹介ではバリチェロの人形をデスクファンで痛めつけているな、バリチェロを恨んでいるようなネタが何度か登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。